いや俺 CA 好きでな、はあ、でも俺 CA 好きでなっちゃおかしいけど何を真面目な顔で、一般的にそのいわゆる俺らみたいになんなんテレビにたまに出てるしてるようなやつは、はい、気使ってさ、あのマネージャーが窓際の席取るのが常識やねんて、はい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 、よりその通路歩く人から、はい、一応見えへん位置にっていうのが常識らしい、はい、うちのマネージャーがでけへんやつでな、はい、窓側取るよね、俺もみんなと同じようにやめろ言うてんの、俺は通路側取れ言うてんの、見くびるなと、そう、なるほどね、俺はやっぱ CA さんが最終的にこう荷物チェックするとき、スリーポイントシュートみたいな格好するんですよ、バスケの蓋閉めるとこ左手を添えるだけみたいな、はい、あん時に一瞬寄っとくのよ俺何が触れるわけじゃないよ触れるわけじゃないけど、なんか通路側に頭を下げてっていう、そうそうそう、こうやんだよ、いや人の形なのよ、人の形支えるわけですね、そう、なるほど、金髪先生だから俺何回も言うてんのよ、もう通路が取れや、結構こんな口調でおなんか言わずねマネージャーも何で怒られてるか分かってないでしょ、分かってない、でも他のタレントさんみんなあの窓、あの窓側がいい、俺通路側言ってるやん新幹線で通路側取ったら、俺新幹線はいらんねん新幹線は俺窓でいいねん、ここ置けるし、ちょっと窓の窓のね、観光避けるし、ね、確かに通っていくやつに見られることも確率減るわ、新幹線は窓でええ言うてん、ね、飛行機を通路側取れ言うてんねんお前ああすいません、なんか納得してへん、そうそう、ね、こいつ納得してへん顔してるな思ったら、やっぱ窓側取るよね、今日の窓側、帰り窓側や俺あーそうなんですか、全然やる気出へんいやいや、それを僕らには言わんといてほしいですけど、そこは頑張ってください、でけいやいいですね CA さんね、好きだな、いやいいですね、いや俺だから今基本移動飛行機やねんけど、はい、まあ、CA よりもいいとこには本当は気づいてんけどな、あ、空港にはグランドスタッフって言って、あ、はい、あの航空会社の人じゃない人もいっぱい働いてんのよ、そうですね、大体ええね、グランドスタッフあ、ほんまですか、あの要は走ってる人おるやん空港で、はい、あの何々様みたいな、はい、お早めにはい、ご搭乗くださいみたいな、ご搭乗ください、はい、あれええでグランドスタッフ、やっぱあんまり僕ら飛行機に乗る機会やから、ね、まあな、これも俺も言え、これが言えるようになったのはもう去年ぐらいからやからな、俺飛行機にしてくれ、ああなるほど、そうなんですか、もう会社に気使わすぐらいの、はい、あの移動の多いしキャラじゃなかったらもう無理やな、それはそうですね、だから吉本やろお前らも、はい、だグリーン車なんかもう諦めろよ、新幹線いつかグリーンやって思ってるやろ、いや思ってますよ、諦めろ、え、なんでなんですか、俺がグリーンになった理由知って、俺がグリーンになったきっかけなんかひどいもんやで、ほんまに、なんなんですかきっかけ、いや俺一回欠席なって、尿欠席、あ、はいはいはい、なってらっしゃいました、なって、はい、ほんで医者の理由はまあ食生活もありますし、はい、まあ、不規則な生活でしょうし、はいはい、で例えばその移動とか小林さん結構するでしょ新幹線、はい、します、はい、そういう時の、体にかかる心じゃなくて、はい、体にかかるストレス、はいはい、実際に、うん、これが結構積み重ねて結構ある、だからサラリーマンの人で出張多い人とか結構なるんですよ、はいはい、みたいな、僕そうです、その時もう新幹線俺週5回ぐらい往復してる時期で、はい、なんですよ、あ、それはもうダメです、だからせめてグリーン車に会社に言うって思ったらどうですかって、そうですねって、俺、まあ、そう、自由席じゃん、はい、普通の指定席やったから、はい、やっと指定席になったぐらい、それ もうずっと自由行かされて、はいはい、で言うたんや会社、はい、そうかで俺もその時もうほとんど東京で仕事になってた時で、あ、まあ、最近お前東京の仕事多いしな、ギャラ上げようかなっていう話も出てんねん吉本は、うわ、で、はい、で、まあ、グリーンにしちゃったらギャラなかなか上げられへんね、なんかでだから例えばグリーンって5000円自分で足したら、はい、グリーン乗れるし、はい、長い目で見たら自分で出す方が楽かもしれんぞみたいな言われて、うわ、え、僕はあ、そうなんですかって、でもまあ、はい、仕事飛び出しで飛び込むことも多いんで会社に取っといてもらったら助かるんですけど、はいはい、そうですね、分かった分かった、じゃあもうグリーンしよう、はい、そのからギャラは据え置きな、うわ